浦上っつうのは木の長谷の子孫と自称しています。木の貫之の方とのやつは木を姓としています。木を姓とする家って、まあ、ちょぼちょぼあるんで、一番有名なのは、岩清水八幡宮の、傍観である田中、それから善法寺、木の貫之系とはちょっとまた、あれだけど、長谷系ではない、木なんですけど、まあ、最後は木ですね。で、この浦上氏は、播磨国の浦上荘の地頭としておって、まあ、あの鎌倉時代には修法、修法名帳を出しています。室町時代には赤松氏の、重臣となって、播磨の、守護である赤松の重臣として存在も出してますけども、しっかり名前が出てくるのは応仁の乱後で、赤松正則の元で侍どころの諸士、あるいは山城の国の守護代なども、務めております。そういうふうに、まあ、活躍、まあ、この正則の時代に、浦上氏の存在感は上がっていくと。浦上家、大きなポイントは浦上村宗、この浦上村宗の時代に赤松義村を殺すことによって下克上するわけですけども、大物崩れによって浦上氏は浦上が村宗が殺されて、その後春久信仰で赤松を亡くして、この下克上というのは失敗のことは先ほど見た通りです。その後浦上家は分裂します。尼御氏と連携する、政宗と対する宗影で、後にこの政宗は先ほど見たように赤松政秀によって、滅亡してしまって、この政宗系統は滅びます。で、弟の宗影、政宗と清宗を滅びて、弟の宗影が力を持ってきますけども、この宗影、備前美政を中心に勢力を張りますが、最後は浮田直江に追放されて、浦上家は、滅亡します。浦上宗影の、行方も、没年も行方も、それ以降の行方も分かっていません。一応浦上家の子孫等は、各地に散っていたというふうに言われております。で、だから浦上の中でもまだこれ対立分裂を繰り返していくんで、話が余計にややこしいと。赤松宗家の滅亡、赤松義助の後はこの赤松憲房が継ぎますけども、この憲房、それがその子の息子の憲秀で、このようになってくると資料が非常に乏しくなってくると。特に憲秀に関しては同時代で、確かめられないので、憲房と、憲房は一応1590年で亡くなってるんですけども、この辺に関してはもう、大変怪しくなっていくと。だから、そのせいか、高坂よしみさんはもうほとんど1ページぐらいで終わらせています。で、渡辺大門さんもこの辺は、こちらも、まあ名前が赤松遠心光月ですから、朝香松正則が元服するのが270ページで、赤松氏が、正則が死ぬのが276ページ。で、赤松氏が滅亡するのが277ページ。今日の部分の、話は、実は、寺の本では、この1ページ。なんですね。で、渡辺大門さんはもうちょっと、結構詳しく書いてくれてあります。けども、赤松憲房に関してはもう、1ページぐらいで終わってます。播磨国は羽柴秀吉が毛利軍との戦いの最前線に組み込んだ結果、赤松の憲房は秀吉の家臣になります。本能寺の変後も秀吉に従って、賤ヶ岳の戦いとか、いわゆる四国、出兵とか、小牧長久手の戦いとか、そういう様々な戦いに属して、播磨国の沖潮と、それから阿波の国の住吉、これに関しては合計2万石説と、結局こちらはダメになって、こちらに1万石という説がありますけども、1万石ずつ、1万石ずつ、2万石という話と、こちらが最後、最初に取り上げられてしまうという説がありますが、まあ、一応、秀吉の下で大名として生き残ることに成功しましたが、憲房の死後、憲秀が西軍に属して沢山城にこもりましたが、逃亡後、降伏、そして、処刑されたというふうに残っています。ただ、当時の記録には出てきませんので、この人物がいたかどうかも実は怪しいと。で、赤松正秀の方、辰野赤松家の方ですけども、こちらは、もうちょっと気の毒な、運命を辿っています。赤松博秀は、信長秀吉に臣従して、同じようにこの博秀も、賤ヶ岳の戦い、それから、小牧長久手の戦い、それから、朝鮮出兵などにも、四国、九州、朝鮮出兵、そういったものに、従軍し、戦功を挙げて、田島の武田城を与えられています。実際には当然、辰野を、要望したらしいんですけども、まあ、辰野は結局もらえずに、田島の武田城。関ヶ原では西軍に、つきましたが、亀井惟則の、つてを頼って、東軍にいち早く降伏しました。
東国に降伏した後、鳥取城にこもっていた宮部長次を攻撃した時に、この赤松広次はとにかく早く功績を上げなきゃならんというふうに考えて、鳥取城攻城戦で民家、城下町に、放火したんですね。ところが、その城下町、民家への放火を咎められて、徳川家康によって切腹させられるという最後をたどっています。で、この赤松広秀に関しては、もう一つ有名な話があって、それは藤原の生家、あるいは関藩との親交があって、関藩はその関陽禄で、日本の武将たちはみんなどいつもこいつも盗賊だが、盗賊みたいなもんだが、この赤松広秀だけは人間として素晴らしかったというふうに書き残していて、赤松広秀は、儒学をかなり学んでいたんですね。で、藤原の生家はもともとあの、播磨の国の、細川の将の出身ですし、まあ、親父が、殺されてるという、関藩は、まあ、藤原生家と、あの、藤原生家の師匠というのは、藤原生家に、あの、朝鮮出資学を、教えた人物です。その関藩が、だからまあ、赤松広秀は、こういう出資学にも非常に関心の強い人物であったということが、まあ、言えるというふうに思います。赤松宗家は滅亡してしまいました。で、あと残ったのは有馬氏。実は有馬氏は、こういう家です。赤松俗有の、のりすけの五男である赤松義助、有馬義助。まあ、この頃有馬と一部に後に言ってますけども、当時は、彼は実は赤松だったみたいです。この有馬、摂津の国、有馬郡の、地頭を領有し、摂津の、文軍守護とも言われてますけども、まあ、この文軍守護という言い方に関しては、ほんまに彼ら守護職を持ってのどうのかということに関しても、まあ、議論とかが出てきます。で、この有馬も地位へ、足利義教の側近として、使えてます。赤松光政が山名宗全によって潰されるときに、赤松光政にこうして挙兵はしたものの、最終的に、光政を撃ったのは、この有馬も地位であると。有馬持ち家はただ、許されず、まあ、許されたのは結局、息子に家督を譲ることを条件にどうも許されたようであって、昔は、この、さんま、吉間さん側近のさんま、これはこの持ち家ではないかと言われたんですけども、近年では息子の元家説が、有力です。というのは、持ち家では若干ちょっと、名前のが持ちであることもわかるように、若干この吉政に使えるにしては、ちょっと年食いてるということで、おそらくはこの元家だろうと最近で言われています。まあ、このさんま、いわゆる今参り、烏丸、それから有馬、この三者を、さんまと呼んだというふうに、まあ、当時の、運戦対局の日記に、書いてあるんで、確か、仁村の大丈夫じゃなかったな。確か、あっちだったな。と、まあ、当時の日記に、書いてあるんで、まあ、この言葉は当時からあったんだろうと。さんまというと。有馬と、烏丸と、今参り。吉政の側近として力を振るった人々ですね。ただ彼は、このさんまという言葉が出てくるのは、1455年の正月の、日記に書かれてるんですけども、その直後、彼は失脚します。赤松憲久が、細川持常に煽られて、挙兵するんですね。この細川持常もなかなか、やり手いうか、阿波守護家なんですけども、細川家の一門で阿波守護家。まあ、だから、細川晴元の、ご先祖さんと言いますね。阿波守護家で、三州家、三抜きの神を接収したんで、その関東を接収したんで、三州家と言われますけども、その、細川三州家の持ち常に、まあ、保護された憲久が、播磨の国をやるために、立ち上がったんですけども、まあ、吉政は結局手のひら返して、憲久を、潰すと。で、それに連打して、元家を出家します。吉見が元族した時に吉政から命ぜられて吉見に仕えたんですけども、1169年足利義政の命を受けた赤松政則によって殺害されると。これはシンクロ走るでも有馬入道か、吉見今出川様は悪い付き合いがあるのを言うて、伊勢シンクロの父親の伊勢森定が、つぶやくシーンがありますが、で、この元家殺されたことで、吉見は追い詰められていくというシーンがありますけども、まあ、吉見と吉政の対立の中で、松則が殺害されて、まあ、これを契機に、吉見は西軍の方に走っていっちゃうんですね。
有馬家は、その元家の後、分裂して所流の有馬重則が摂津から播磨の方に入っていって三木付近に、勢力を蓄えます。で播磨が、秀吉の、まあ、支配下に入った段階で有馬範頼は、秀吉に、臣従しています。有馬豊氏は範頼の息子の豊氏は秀次家老の渡瀬重明に仕えたんですけども、秀次事件でこの、渡瀬重明も、連打して改易になります。渡瀬重明の嫡子にその継承も許されず、渡瀬重明はあの秀吉から付けられた付け家老なんで、なんですが、もともとこの渡瀬重明がかなり、悪いことをしようと、悪いことというか、まあ、領地の統治がよろしくなかったという、叱責があって、結局、重明の重臣であった、まあ、秀吉から付けられていた、あの、秀吉から渡瀬に押し込まれていた、この、豊氏が、この重明の所領である遠江の国、横須賀三万石を配領。その後、まあ、豊氏は、関ヶ原の戦いでは東軍に属して、福知山六万石、さらには、あの、大阪陣でも活躍して、筑後の国、久留米藩21万石の大名、国持ち大名になります。ちなみに、この有馬豊氏の子孫の有馬雷帝さんは、小国の有馬雷帝さんは、何の功績もないのに21万石っていうのは不思議やなというふうに、自分のご先祖のことをディスってはりました。あの、久留米藩は、その後、幕末まで続いていって、現在でも、まあ、赤松県の中で一番結局栄えたのは、この有馬氏であったと。ちなみに、あの、肥前有馬氏とは全然関係がありません。どちらも九州に有馬なんで、あの、しばしば私も、ちょっと迷うことありますけども、久留米の有馬と、それから九州のあの、肥前の有馬とは、全然関係がないと、いうことです。あれなんで、有馬は多分地名でしょうね。というわけで、赤松、一応終わります。赤松本家って、秀吉が来た時に秀吉に従ったのにたった2万石しかもらえなかったんですか？まあここのところ難しい、2万石しかもらえなかったのか、まあ一応2万石もらえたけど御の字なのか。秀吉があの姫路城を作る時に沖塩城の資材を提供したとかいうあの人でしょ？そうですね。そんなもんかな、残っただけでもラッキーとすべきなんかな。まあ難しいところだけども、赤松本家とか辰野赤松家とかはもう別々に生き残りを図るわけですね。そうですね。有馬も赤松としての一体感というのはもうないですか？ないですね。広秀と春馬さんの関係考えたら、まあ、あの広秀と範房も、まあ、結局、まあ、両方とも秀吉にくっついてるのがいいんだけど考えたらあれ、そうや両方とも同じように戦って、あの同じように戦ってたけども、この間になんか連携なさそうですね、この範房さんと広秀さんの間に。それぞれあのちゃんと秀吉に忠勤を尽くしてると。で、別所は別所で別に動くんですね。うん、動いてあの沈没しましたね。赤松グループの中で別所だけが毛利方に行ったと、最終的に。うん、なんか別所っつうのはなんかものすごい名門だったんでというふうな話なんだけど、いやそれ言うたらあのそこ我慢するのあかんよねと、あのいや別所が仮にですよ、仮にあの別所がうちは赤松家の、分家であると、そんな秀吉みたいな慣れがあるもんかに突き従えるか言うて秀吉にそう思いた話なんですけども、それ言い出したら範房とか広秀とかのことを考えてやるよとあれ有馬というのことを考えてやるよと、別所よりは有馬の方が名門だと思うし、範房はあの赤松だぞみたいな。で最終的に赤松という名前は残らず有馬だけが残ったと。有馬は逆にあのあそこで赤松に戻すんですね。結構そういう時に赤松の名前に戻す人結構多いと思うんですが、有馬は戻さないんですね。これそれも不思議っちゃ不思議ですよね。そうですね、赤松の方が名族名前、そう久留米藩主赤松言ったら、しかも嘘やないというそれ嘘やないという、あの本家滅びたらその本家の名前を引き取るケース多いじゃないですか。そうですね。だから赤松範秀広秀が滅びた段階で有馬豊氏がじゃあ僕赤松にしますって言わなかったんかな。赤松って名前どうでもええ思っとったんかなあいつ。
俺は摂津の首の有馬の子孫だという意識が強いのが。赤松より有馬の方がかっこいいんじゃない？有馬は結構優勝あるでしょ、場所としては。そうですね、うん、と温泉の湯治場として。いやいや、あとまあ軍だし、赤松なんて軍にもなってないし。ああ有馬軍、うん、うん、よくわかんない。赤松結構わからんところ多いですね、やっぱり。一旦滅びて、で有馬を取り返すとこまで行ってるのにね、備前三和坂も守護取り返して、まあ、多分逆に言うとその取り返せたけども、それだけにそれを支えた裏上とか別所とか、まあ、そういったものは結局力を持ったということなのかな。でそいつら勝手に動き出して最後は空中分解しちゃったと。でも逆に言うたら、あの一応大名として何人か豊臣大名に残れたというのも、えらいっちゃえらい気もしますよね。あの芝とか細川とか、細川慶長家とかに比べると畠山とか、そこであの中途半端に残ったから逆に後家には残れなかった。やっぱり最後ここで東軍に行っとりゃ、もしかしたら広秀さんなんかもうちょっとうまく的まとったら高家なり、広秀だったら大名になれたかもしれないですけどね。有馬ぐらいの、有馬までがないってもの、関ヶ原で西軍の方に行っちゃったからね。うん、まあ、いくら秀吉にべったりついてたからとはいえ、そこのところは有馬ぐらいの。依然として最後までこの赤松というのは本拠地がどこやとか出てこないですね。うん。なのでそこそこね、毛利の郡山とか尼子の合算富田城とかね、それぞれそこそこお城作ってね、城下町作ってやるのに、うん、赤松本家は。まあ多分沖塩にあったのかな、塗り房が沖塩。最後までもらってるのと、沖塩城どうたらこうたらの話あるとこ見ると、沖塩あたりにまあ最後の方おったのかなという。大きなお城らしいですよ、沖塩城って。はあ、大きいよ。え、平地、山城も山城、山城、山の中に町一つが入ってる感じ。はあ、巨大城郭、大きいらしいです。じゃあそこが結構赤松の一つのポイントだったのかな。うん、引っ越しちゃうんだよ。ただね、なんであんなとこにとは思いますけどね。いわゆる交通の要衝とは言えない。いや、ある程度はそうなんだけど、とてもとてもあの時代のトレンドとは違うよね。ああ、もっと古いトレンドになりますかね。でもしそうやとしたら、赤松の一つのポイントは、その考え方の、その重心集団を含めた赤松家本体の、そういう頭の古さ、あの交易というかそういったものにあんまり、掌握、あの壮絶な大きな山の中の町で、うん、異物もすごいんだよ。本気で住んでるんだよね。爪の城なんて感じじゃない。不思議です、赤松ってのは。まだ立つの、五着はまだ、はい、幹まだちょっとマシ。わかんない、私には。理解できない。まあ、それだけダメダメなのかもしれないけど、主勢に入ってんのかね。わかんない。誰かそんなこと言ってる？言ってないよね。多分言ってないと思います。じゃあ、渡辺さんの論文書は読んでないので。うん、一応これ見た範囲ではそういう話はしなかったような気がするけども、うん、わかんない、ごめんなさい。いや誰も言ってないと思うんで、多分赤松家の研究なんかまだそこそのレベルまでまだいけるあれでもないかもしれないし、いやすごいんだけどね、赤松は赤松で播磨、うん、で結局っていう研究自体めちゃめちゃ多くはないでしょ確か。うん、学術はね、研究はすごいだ、郷土史家ならもうそう多いんだけども、いや渡辺大門さんが愛用獅子を買って、愛用獅子 の資料編を買って赤松勉強する人いませんか言うて言うたって呼びかけてあったからてんてんてん、ちょっと目が向こう向いてますんで、はい、誰かやって。もう愛用はね赤松じゃないからね。それ言ってる格好はもう赤松じゃないんだよ。
京都が一番赤松に近かったりして、うん、立つのも赤松がいたけど、立つのでもあんまり赤松って言いませんよ。とかも脇坂の町で。赤松はあのうち京都やったらあれか、あの、二条城の、現在二条城 の、 あの真正面に昔あった全日空ホテルあたりがどうもあの赤松道助の屋敷やったみたいですね。いや、そうなんだ、あそこなんだ。あの辺やったと思います、確か。しらあの確かの辺、あの堀川あの二条城の近くなんですよ。うん、二条城ちょっと東側にあの赤松のあれがあって、あの辺りでどうも、あの、柿津の乱が行われたと。だから近いね。でも赤松はまあそういうところで。はい。私はあの、郷土史家の本はいっぱい、私は一冊買うてきましたよ。赤松特有の。藤本先生かなんかやって、小学校の先生が書いた。そういうので結構あるんですよね。人気はあるどうだ人気はあるんです。大変ある。あるらしいです。愛用以外のとこは。神ゴリラ。いやいやいや、すごいよ。播磨守護についての講演会を、ちょっと後輩、ずっと昔後輩呼んでやったことあるんだけど、あの鎌倉期の播磨守護所についてね。そうしたら、はい、あの、もうものすごい300人超える聴衆で、じいさんたちが気合を入れて、さあ赤松赤松今日も赤松っつってたけど、赤松は一切出てこなかったというそら鎌倉の主語で出てこないですよね、うん、まあそんなとこですよ。だからすごいね、あの播磨学の研究会の講演会行くと、講師の先生が赤松一族の何の何がしいって言うと、こうフロアのシルバーエイジの人たちが赤松の何の何がしいってつぶやきながら一斉にこうメモを取るという、うん、これが播磨段階ですから、うん、なるほどいや別にディスってるわけじゃないですよ。これはこれ一つの成功事例ですから、うん、もう来た瞬間に、うん、よし赤松が一切出てこない中世史やろうって。なるほどで今日に至って誰からも相手にされないというとってもハッピーな人生を送っております。はい。